ピードしてますね。今日は早くも J1 リーグ最終節。そうなんですよ。あっという間でしたね。すでにね、キックオフ1時間半前ですが、はい、大勢の方々が集まってくれております。というのも、はい、もしかしてこれからですね、はい、レジェンドトークショープレゼンテッドバイフットボールマネージャーということで、はい、あの方をもしかしてユージしたいんですが、その前に本日進行役を務めさせていただきます、キックオフ F マリノス MC の小山愛理と申します。そして一緒に進行してくれるのは後です。よろしくお願いします。後です。ということで、もう皆さんお待ちかねだと思いますので、早速ご紹介しましょうか。はい、小山ちゃん、台本通りいかないだろう。あ、はい、そうですね、はい、いろんなお話聞いていきましょう、うん、はい、それでは早速お迎えしましょう。2018年に現役を退いて以来ホームゲームへ初来場です、横浜 F マリノスオープン中澤裕希さんです
されるっていうニュースと聞くまりで読んだことも本当に今でも鮮明に覚えてます。もう6年前の話ですから僕はもう記憶にないんですけども。あとね、ボンバー、やっぱり一緒にね、はい、某番組を出た時に、SNS 上げたらね、いろんな、ね、人からね、ボンバー引退試合やらないの、あーなるほどね、ボンバーに聞いてくださいっていうのをね、あー引退試合ね、はい、なんか今度あったら聞いときますって言ったのに、今日聞こうかな、聞くって、そうだね、そう、逃げられない状態で聞くわけですよ、そうね、でもね、あの引退試合とかそういうのはね、うん、多分なんかタイミングがあるんでしょうね、えだから今ね、左手、シッって、左手、左手、ずっと左手、シッなんかあの、ちょっと試合とかトレーニングすると膝がね、2倍ぐらい腫れるんですよ腫れる腫れますだからその日々のトレーニングとの戦いっていうのもありますので、うん、なんか自分の中で何かきっかけがあったらっていうところのきっかけ待ちなんですそういうことはだから10年後なのか、20年後なのか分かんないですよ30年後なのか分かんないですはいみんなが75ぐらいだったらじゃあ私たちは待っていていいっていうことですかそうやってよくないそうやって約束っぽいことすると本当にみんな信じちゃうえ皆さんやってほしいんですよねいやいやよくないよよくないよだってもう俺今週12月インテージャーに行ってあるんですけどそうですよね膝が怖いですね本当にえ、ボンバーインテージャーやるとなったら、はい、え呼んでくれるトサうんそりゃこちらいや本当にねやってほしいですよまあねこればっかりはやっぱりいろんな人のタイミングもあるし、うん、やりたい気持ちと、まあ、裏腹にっていうのもあるでしょタイミング的なものもある、はいうん、だからサポーターの皆さんがもうちょっと22年にも掲げてくれたらな皆さんよろしくお願いしますいやこれはちょっとお寿司屋だからお寿司屋だからお寿司屋だからあっちだねあっちいやゴールドも見てくださいよゴールドもありがとうございますそこに関してはまあまあ少しずつって感じじゃないですか期待して待ってます、うん、期待しましょうね、はい、宝くじ買ったと思ってください、うん、待ってますはい中田さん最近はどのように過ごされてるんですか、はい、最近は暇してますいや、はい、自由に生きてますとにかく今ね僕ちょっとサッカー離れてますけれども、うんまあ、Jリーグの試合を見ながらなんですけどもラブロスの指導を本気で今大学を教えてもらっててそっちが週5で忙しいですあ、週 5? 週5でやってますのでそっちで結構頭使ってるなおー、はい、本格的に今年やってますので、はい、日が楽しみにあー、そちらでのなんかこう目標とかって目標はやっぱり一部に行ってで一部で優勝することなんだけどなかなか難しいよねレベルがない一部でも今そこにやりがいを感じてらっしゃるうん、まあ、引退試合ね、他の方の引退試合で今月出られるってことで、やっぱ今でも日々トレーニングとかはされてるんですか？できる限りやってますけれども、常にこう現役の時のイメージでトレーニングするじゃないですか、それも分かると思うんですけど、うん、引退してたら同じメニューするんですけど、できないできないね。だけど以前どっかだったときは公園で懸垂してるって言ってたんですよねまあ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 、うん、そういう公園オフジムとか行くのが苦手なのでそこら辺の公園でおじいちゃんおばあちゃんとか懸垂とかストレッチマシーンとか腹筋マシーンとかあるんですよ公園にいらっしゃるんですか普通に公園にいますファンの方とかに声をかけられたりしないですか多分ね、うちの近所のファンの方々は非常にね、小鉢がいいかなって声かけないすごいと思うんですよ静かに、ね、ちらっと見る感じあー、うん、そうなんですね小鉢がいいさすが割とね、まずこの皆さん優しく品がある方が多いですよね、はい、僕は割とその試合があった日の夜とか街中で犬を見ますけど、はい、皆さん僕のこと多分分かってても素通りしてくれます本当にそうなんですか皆さん良い教育が行き届いているので声かけましょう大丈夫ですか声かけられてまあまあこんなことかけてるからそういうことなので皆さん、ね、はい行くの先はこっちそうですねは
6年ぶりのね、この日産スタジアム。6年ぶりだよね。はい、ということなんですけど、はい、ここまで F マリノスの試合っていうのは、はい、になっていましたか？まあ、見てはいますけれども、あんまりね、こういったマイクを使って堂々と言うのよくないかな。今日ね、ボンバーに喋ってもらいたいからね。みんなボンバーで言ってみたいよね。いやいや、あのね、うん、なんだろう、苦しんでるなっていうのは感じます。多分監督も変わって、選手もコンディション監督とか、年齢とか、いろんなアジアの方とかあって、苦しんでるなっていうところは、僕が見てて思うし、キーボードに関してはね、LINE してもらって買ってもらえる。え？悩んでる。え？悩んでる。買ってない。中澤さんの LINE も返せない。それくだらない、なんか写真を合成してなんかこうちょっとやると書いてくるんですよ。僕じゃありませんそういうの書いてくるんですけど、サッカーの話するってやんないからです。だからちょっと大変なんだろうなっていうのは、まあまあまあ外から見てて思いました。あっさりはしてない。なんかシーズン終わってからかなっていうのは感じで、自分じゃなるべく選手っていうのは多分自分で考えるないかリラックスする時間も多分必要だと思います。なるべくシーズン中はそうとか、スプレーズに、という感じだと思います、ね。まあ、見ててですけれども、対策はされてるなっていうのもあるし、疲れてるなっていうのもあるんですけども、まあ、それでもやっていかないといけないっていうのは多分、周りの使命、チームとしての役割だと思います。やってるサッカーは見てるから、どうやってやってもらって構わないと思います。あとはもうとにかくあのチームとしてとにかくもう売れずに、いろんなストレスもある中でもね、目標というところに対してチームと間違ってなく進んでもらえたらなっていう思いでは、僕全く責任のない立場なんでいろんなこと言おうとか見えるんですけど、ね、言ってもらいましょうか。じゃあ知っていたほうがいいのかな。でも畑さんの口からと一緒ね、これ言えないから俺言わないでよ。こうやってね、まあまあ責任のある立場だと多分ね、いろんなことを何でしょう、まあ自由に言ってるんです。でもちょっとなんか今の話を聞くと木田選手が心配になっちゃいますか？あ、あいつは飯食いたいしか言わない。焼肉いつですかとかしか言わない皆さん。その時は本番詰め込んであげて。いやいや、もう引っ張ってきます。じゃあたまにはそうやってね、やっぱり LINE とか連絡を、ね、してらっしゃる。まあなんか怪我とかもなんからしいけど、心配はしてますけど、逆にそれをね、自分に抱え込んでるから、期間中に話ができるようになと思います。でもやっぱりね、もう離れていても、今の話を聞くと、絆を感じます、ね。そうかな、やっぱその、なんだろうね、聞く間にで散歩した時のメンバーとかは、今ではなんか、仲いいかなっていう感じがします。だから西山とか、はい、あれも頑張ってるよね。はい、だからその辺に関してはちょっと LINE とかにつながりはありますけど、ね、頑張ってる。そうですか。頑張ってるも頑張ってるでしょ。はい、ね、いいですね。吉尾選手も吉尾知らない。あいつは本当に何の連絡も動かない。はい、そうなんですね。行ってきますでしょ。行った後どうしてる。じゃあぜひちょっと近況報告してもらいたいですね。結婚します、包んでください、言われるんですね。そこは言うんですよ、ないちゃんと。そうですね、それ以降ないから何か欲しいなって思うときは多分誕生日の近く。でも頑張ってるなと思います。素敵な気分なんです。ね、だから若くて頑張ってる。そしてね、引退されて6年が経つということなんですけれども、はいはい、22番が、ね、今もね、空いていると。ねえ、好きな人じゃない。ちなみにボンバーから見て後継者とか、ああ、後継者とかつけたい選手がつけてもいいと思うし、あまりこう、俺のことが楽しんでいいと思う。これはもう、背番号っていうのは、その前の年の人のイメージが残るかもしれない。もうつけちゃえば、その人のイメージでどんどん好きが変わっていくつけちゃえばいいんですよ。それにしてもやっぱりね、偉大な。全然、もう6年も前の話だし、もう、その日
ジュジュマンがね、ディフェンスのメインなんですけど、別にそのフォワードとかフォワード誰がつけたって誰がつけたって構わないし、そのつけた選手が頑張ればいいだけど、あんまり僕のことに触れずに空いてるよーぐらいの気がしないんです。いやー、じゃあ僕もね、え、じゃあ逆にハブさん誰がつけたんですか。いやいや、俺はボンバーから来たかったからさ。サポーター誰さんどうなんだ、22番誰につけた人か。あー、なさそうだね。逆に聞きたいですね。でもやっぱりね、こういった佐沢さんのような気概をやっぱり背負ってくれるような、だから自分で作ってくる番号のイメージ、この番号がたまたま22を背負っただけで、自分のイメージを持った状態で、本当に22番の人が新しい1年目の人を持って、フォワードを持って背負っていますね。それぐらいなんか、そのとおりやってくれてるんじゃないか。ということは、来年出てくるかもしれないね。もしないとだって22番売れないでしょ。だから売れなくなってる対抗の前だと思ったら、ほら、スタッフさんがさ、かき集めて出せば、間違って買う人は出てくるでしょ。ボンバー売りますか。売っちゃって、あーって買った後に気づくぐらいでいいんじゃないですか。それでも買ってくださる方がいいんですか。もし在庫がまだあるんだったら店頭に並べますか。並べてくれたら買った発行の人でなんか抽選で何かしてあげる。わー、それは約束するわ。え、もしあのね、在庫が残ってちょっと待って、グッズ買うのとか昔なんかコラボとかなんかなかなかグッズ作ったけど売れ残ってるんだって出した。30万で出したよ。次のね、出る前に売り切っちゃう。もうそしたら、大事ですよ。え、そっちの方が多分引退中の約束でいいのかな。ということなので、グッズ担当のね、後で相談しよう、グッズ担当の方お願いします。ちょっと俺の目が来た。司会者、司会者、集合。いいですね、それは。僕はどうなんですか、自分の相談の方が後輩にもらう、なんか。いやいや、そんな僕の方が全然全然、どうぞどうぞ。2番2番つけるから。あれ4番でしたか。4はね、もう2個ね、受け継がれて。ぬくぬくと。いや、4番はね、今ね、誰かしてますね、今。4番してるよ。クリハリ言うぞ、さっき言ったけど。言うぞ、4番ずっと。来てるでしょ。ちょっと時が止まってる、止まってる、止まってるね。時を戻そう。時を戻そう。今畑中選手がね。そうだね。うん。いないよね。畑中選手やってるよね。やってる。うまかったね。うん。びっくりした。これはまずいな。シアゴと畑中か。やばいな。これは俺本当に頑張んねえというところでちょっと焦った。焦った。うん。いい人持ってくるなっつって。思いました。今日もね、最終節ということで1試合残してますし、まあ、今後も含めて F マリノスにどんなところを期待したいんですか。期待することはやっぱり、もう今日も優勝するっていうことだったんで、まあ、多分アジアでの戦いでもやっぱね、嫌な思い出というか、嫌なところもあると思うんですけど、アジアの頂点というところも多分選手の中でもサポーターも、ね、多分クラブの中でも多分あるでしょうから、その目標に対して一歩ずつ進んでもらえたらなと思いますし、多分選手間の中で大変な思いをしている選手もいると思いますけど、チーム違ったらって頑張ってもらえれば、もし自然とその目標には近づくと思いますし、いけるだけの力を持っていけるだけ頑張ってもらいたいと思います。来シーズンまだ続いてるんだよ。もう呼ばないでしょ。ないよ。いいでしょ。まだ多分ね、次オファー出してると思うんだけど。いや、ないでしょ、飯塚さん。あのモンジョアキョ、飯塚さん。スタッフのモンジョアキョ。もういいでしょ、あと、まだ6年後ぐらい。何をおっしゃいますか。もうちょっとだから、一回こう、熟成させてから。熟成。これから、たくさん来てください。ね、なんか、プライベートでちょろっと来るかもしれないですし、試合も見て、まあ、試合もね、テレビ見てるんですよね、はい、なんで、まあ、来ることもあると思うので、その時はちょっとお手柔らかにお願いします。なんかこのね、6年分の思いを聞くには本当に時間がかかるんですね。
まあでも試合まで時間でしょ。あ、もっと話しますね。ここで選手たちがアップしてるようなところでしょ。そういうのもね、その他サポーターの皆さんもなんかこの両方見れるみたいな。ちょっと集中力変えてしまうんですよ。そんな集中かくような選手たちはピッチにいないから。あ、そうですね。今度の準備でも、はい、でまだまだお話伺っていきたいんですが、そう、ね、そういうものがいいんですよ。まだ足りないぐらいで、まだ6年後には終わる。まだ来年、来週と待ちしてますね。2030年ぐらいか。それぐらいにまたここに来て、また皆さんと一緒に喋れればなと思うし、その頃になったら、またここに呼べるかもしれない。だからみんなでやろうよ。俺だけじゃなくて、あと3人。今日本当さっき雄三見たから。そう、雄三、雄三来いじゃん。雄三もね、雄三来いよ、お前。来ないんだよね。雄三も喋ってた方がいいじゃん。いろんな話ができる。さっきボンバー来たとか言ってたのに。そうだよ、ちょっとおいでよ。ちょっと、あとお前いないんだ。まだ本当なんだ。まだ本当なんだ。え、いいじゃないですか、来シーズン。来シーズン、だそうだよ。この死にしちゃダメなんだ。ドーンってやらないと、お客さん飽きちゃうから。そんなことないですよ。飽きてますよね。ほら、飽きてるって言ってたけど。ほら、みんな、うん。本日はシーズン最終戦ですが、試合後にいつも最終戦セレモニーを行っていましたが、場内一周しているときに選手たちがそっと呼んでしたでしょ。ちゃんと言わないと怒られるんだよ。ちょっと早くしろって言われてるので、待て待て、ここ時計があるからね。はい、はい、今日はですね、この6年分の思いということで、はい、場内中澤さんに一周していただいて、このトークショーを終了とさせていただきたいと思います。試合前だし、サポーターの、ね、皆さんも多分長いのサポーターの皆さんも早く選手が見たいの。そのために時間を早く割いて、あ、そうか、早く回るのね。そう、中澤さんはですね、この後東ゲート前のフットボールマネージャー25ブースにて、事前抽選で当選された方との記念撮影の方を行われるということです。そこに来て、F マリノス現役選手をデザインしたフォトスポットやフットボールマネージャーロゴステッカー配布もしておりますので、ぜひ足を運んでください。ぜひそちらの方にね、来ていただけたら、いろんな、いろんなサービスします。そこに行けたいという、いろんなサービスをさせていただきます方もいらっしゃるので、来れない方はもう次回の6年後でしょ。来れる方はもう頑張ります。お願いします。それでは横浜 F マリノスレジェンド OB の中澤雄二さんがこれから場内を一周します。お待ちくださいね。行きましょう。こんばんは。はい、マイクもらう。喋っちゃうよ。喋りながら、うん、喋りながらでもいいけど、あ、こっちから、こっち見たい。こっち、こっち、こっちから。
番早い。